はい、どうもデアルです。さて今回はですね、キッド、ウルフ、ジェット、この3グループの記念すべきデビュー曲が配信開始になりました。ドカーン、やったー、フォー、パチパチ、カラ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 、ココーココー、いやー来ましたね、この日が、ついにこの日が来ましたよ。いや全部ね、ジェッティもウィリーもスウィートレインも聴けるようになりました。いやー待ち遠しかったよね。でね、もう俺ごめん、我慢できんかった。もう聞いた、全部一通り聞いて、まあね、軽くだけ感想言うわ。俺ちょっとまあ MV でまず曲とか MV の感想を喋って、でまたね、曲だけは解説とかもね、ちょっと聞き込んでやりたいなと思ってるんで、その時にまたね、詳しい感想だったりとか、ここいいよねとか言いたいと思う。でなんでこういうことをやるかっていうと、俺今ね撮れないのよ。なんでかっていうと、ちょっと体調悪い。ね、ウルフハウルハーモニーのアベノキューズモールの、武者修行から帰ってきて、ちょっとね、体がほてってて、多分ね、熱発してる。ちょっとね、なんかこう、測って熱の温度見ると、ちょっとまたね、いやーってなんかそういうのあるじゃん。なんか熱の温度見ると、また余計にね、しんどくなるから、ちょっとね、喋ったりとかして、まあね、俺はしんどくないだぞって体に言い聞かせようかなと思って今ね、喋ってるんだけれども、でもね、ちょっとね、明日ね、やっぱ本業があるから、まあ言うて今日、月曜日はね、21日は本業があるから、それに向けてちょっとね、早めに寝て、体調万全にしたいなと思ってるんで、ちょっとね、この晩はね、これあげたら、もうね、動画出さないようにしたいなと思うので、まあ、この動画で軽くね、軽く感想も喋りつつ、まあ、行きたいなと思うので、よろしくお願いいたします。では、行きましょうか。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では、本編へ GO! はい、ということでですね、皆さん、まずはデビュー曲3曲全部聞きました。これはね、聞かなきゃダメよ。ウルフだけとか、ジェティンじゃない、TJBB だけとか、キッドフェノメロンだけとかはダメ。絶対3曲聞いて、ちゃんと聞いて、これはマスト事項。うん、これは聞こう。ね、絶対聞こう。ね、本当に損はしないからね、絶対聞いてください。でね、まあもうみんな聞いてるよという前提で、ここからね、話を進めていきたいなと思うんですけれども、いやーまあね、まず3曲全体的に言えること、最高!もうね、最高です。はい、本当に最高です。今ね、熱発してるんかっていうぐらいのテンション感で喋ってるんだけれども、はい、多分熱発してます。はい、改めて言っておきますね。でですね、マジでね、本当に最高でさ、何かっていうと、まず音がいい、本当に。もちろんね、その人の声の音もいいし、桶のね、バックで流れてる音楽、まあね、インストのね、音もいいんだよ。本当に両方良くて、マジでね、特に、やっぱり、スウィートライン、マジでね、耳元でさ、囁かれてるような感覚にならない。いや、あれやばいよね。特に最初のさ、出だしね、スウィートレインね、ちょっとやられる。まさにね、なんて言ったらいいんだろうな。エロいし、うん、なんかこうメロメロになっちゃう。男でもメロメロになっちゃうから、本当にやばいよね。なんか、なんて言うんだろうな。自分の中で今パッとね、なんかこう出てきたのが、メロイ。メロイ。いや、なんかね、こういう言葉もね、聞いたことあんのよ。メロイっていう言葉もね、聞いたことあって、なんかとあるね、界隈で聞いたことあってさ。いやー、メロイって言うんだって。なんかいろんな、なんかそう、ニュアンスがちょっとわからないけど、なんかね、俺の中でエロイと、なんかメロメロになっちゃうを足したら、俺の感覚の中でメロイ。うん、俺の中でね。いやー、本当にね、やばいよね。いやー、でね、まあもちろんスイートレインもすごいよ。シャーややややなんか出たよ、今。ね、すごいめちゃめちゃいいし。あとね、やっぱね、ジェッティンね、やっぱダンスミュージックよね。すごいビートがね、入れ替わり立ち替わりするし、すごいね。あとね、やっぱね、歌で出てくるところ、あれすごいんだよね。多分、あれ、誰かな、コウタくんとかエロンくんとか、あのパートだよね。ファンファランファ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 ン、伝わる!このシーン。ね、流星を通過、ムーのところ。あそこめっちゃよくない?俺すごい好きなんだけど、あそこ。ねえ、もちろん、ジェリー、ジェリー、ジェリーのも、あれ好きなんだけど、もちろんね、あそこら辺だからさ、ハイプレッシャーも好きなんだけど、やっぱり、バーバラバーバラバラバーバー、流星を通過、ムー、ここ、最高でございましたね。でですよ、次がウィリーでございます。いや、ウィリーね。もうね、ケンスケくんバリにガラガラボイス出したよ。ウィリーねっつって。ウィリーとか言って。いや、もう喉痛っ。もうさ、やめよ、こんな声出すの。喉痛っ。マジで。いや、でも、本当にね、ウィリーも、いや、なんか、やっぱり今までさ、
あのまあもちろんスイートレインもそうだしジェッティもそうだしライブで聞き直れてたわけでしょ。それ比べるとやっぱりライブで得てた印象とはまたちょっとね、あの違う、やっぱ音源ならではの良さっていうのがやっぱりある。でウィリーもそれがね、俺の中でやっぱりウィリーはね、やっぱね本当に爽快感あって本当にねいいんだ。あとねやっぱねコウタ、ああ山本コウタ氏、あの人のね歌入り、あれやばいね、あれやばいわ、あの高音域でフワーって入ってくる感じ、ちょっとねやられちゃいますね。いやーもちろんね翼くんのパワフルな声とか、あとはねあのケンスケくんのウィリーとかもめちゃめちゃいいし、あとはガレキハッピーオーライとかもいいし、もう本当にもういろいろもう詰め込まれてる。あーやばいね、本当にもうちょっとでやばい、話し出したら止まらないとはまさにこのことで、やばいわ、ちょっとテンション上げ上げだよ。でも寝なきゃいけない、明日のためにもね、勤務のため、本業のためにも寝なきゃいけないから、マジでねちょっとこの興奮を冷まして寝るって無理だよね。ちょっとだからもう全部ね音かけまくって寝ようかななんていう風に思ってるんですけども、いやーちょっとやばいぞ、これ大激戦繰り広げるんじゃない、まあ、ビルボードもそうだしさ、 MV の再生回数もそうだしさ、いろいろ本当に大激戦になりそうね。まあウルフ圧勝かって思われてるけど、いや言うて油断できないよって言いたいわ。ちょっといや全部いいわ、俺もうこんなこと言うのないあんまないけど全部いいわ、やばいわ、もうね力の入れようというか LDH 本気出してんなかやばいわ。いやこれどえらいことになるぞ、楽しみだね、これからが。ちょっとこの1週間目が離せねえぜ。ということで皆さん必ずね何回も何回も楽しんで聞いてください。あのねまあいろいろねグループからですね、アーティスト側からこれやってくださいとかこれやってくれたら嬉しいですみたいなアナウンスあるけれども、本当にみんなが全力でこのねデビューという瞬間、そしてまあこのねデビュー曲3曲を楽しむことが一番です。皆さんなりにね全力で楽しんでいただければなと思います。はい、というわけで今回はね以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。 MV の公開が楽しみですね。以上、どうやるでしょう、またね、バイバイ。 MV の感想もね出すから見てね。